ホーンミサキホーンミサキの位置南米最南部の地図、ティエラデルフエゴ諸島南部の地図。地図の最下部のオルノス島に、ホーンミサキが位置する。上部の赤線は、チリアルゼンチン国境。ホーンミサキがあるオルノス島周辺のウォラストン諸島、およびエルミテ諸島の島々の地図ホーンミサキ、または、オルノス岬は、南アメリカ最南端、ティエラデルフエゴ諸島最南に位置するオルノス。 島最南端の岬である、ドレイク海峡に面している。ホーン岬は、裸岩の断崖になっており、頂上の標高は424メートル。近海は、流速の速いホーン岬海流が流れ、好典が多く航海の難所である。国際水路機関により、岬を通過する渓船が、大西洋と太平洋の境界と定められている。なお、離島では、ホーン岬が一致する。 オルノス島のさらに南にディエゴ・ラミレス諸島がある。また南アメリカ大陸本土の最南端はフロワード・岬である。1578年9月、フランシス・ドレークが世界一周の途上で太平洋に到達するためにマゼラン海峡を通過していた。北に向かう前に彼の船は嵐に遭遇し、ディエラ・デル・フエゴの南に流された。 そこで彼らが遭遇した広大な海水域は、笛語島が当時信じられていたような南方まで続く、別大陸ではなく、南側は太陽に向かって開かれた島であることを、ドレークに推測させた。彼の船がすでに知られていた、マゼラン海峡を通過するまで、この発見は伏せられていた。1600年代初頭、オランダ東インド会社が、マゼラン海峡と、 希望峰を経由するすべてのオランダ貿易を独占しており、当時はマゼラン海峡は極東に向かうための知られていた唯一の経路であった。未知の南方大陸への他の経路を探すために、1615年6月2隻の船でオランダ人、ミレムス・ホーテンとヤコブルメールがオランダから出港し、1616 16年1月29日にヨーロッパ人で最初にこの岬を回った。 そして、スホーテンの生まれ故郷である町ホールにちなみ、ホールン岬と名付けられた、スハーテンからことバンク、ありがとうございます。